外国語になったイタリア語の中で最も世界的に普及しているものに、さまざまなコーヒーの種類があります。特にイタリア人のバールでの朝食でよく飲まれるさまざまな種類のコーヒーです。まずカフェという言葉ですが、トルコ語から来たもので、その起源はアラビア語です。イタリア語には17世紀から文献に現れます。コーヒー豆を使って最初に飲み物を作ったのはアラビア人。後に飲み物はトルコ、その他のアジアの地域、北アフリカに普及しました。ヨーロッパで最も早くコーヒーを輸入したのはベネツィアの商人で、17世紀初頭のことです。それ以後コーヒーはイタリア中にどんどん普及していきました。ペレグリーノ・アルトゥージは厨房の額にこう書いています。体中に愉快な興奮を巡らせるこの貴重な飲み物は、知性の飲み物、文人、科学者、詩人の友と呼ばれた。というのも、神経を高ぶらせることで考えをはっきりさせ、想像力を生き生きとさせ、思考を早めるからである。カフェという言葉を中心にする一連の言葉が世界中に普及しています。専用の電気器具を使って圧力をかけてその場で抽出するカフェエスプレッソ、カフェとラッテ、つまりミルクとを合わせたカフェラッテ、そしてカプチーノ。カプチーノはカフェにエスプレッソマシーンの蒸気で泡立てたミルクを入れたイタリア生まれの温かい飲み物です。その色がカプチン修道開始の茶色の創意を思い出させるところからこう呼ばれるようになりました。この言葉は20世紀初頭から記録がありますが、コーヒーにミルクを入れたものを指していました。カプチーノが世界に広まっていったのは第二次世界大戦後です。今では最も海外に普及したイタリア語の一つで、40もの言語に見られます。偽のイタリアニズム、つまりイタリア語に似たイタリア語にはない言葉も作り出されています。イタリアの優れた食品を連想させようと海外で作られた食品の名前です。フラップチーノ、モカッチーノなどの飲み物はアメリカ合衆国ではもはや有名になっています。イタリアの食に関する言葉で海外で最も使われているものの一つに、コーヒーを材料にしたデザート菓子があります。そう、ティラミスです。イタリア統一150周年記念の際に、バリラアカデミー料理雑誌のラクチーナ・イタリアーナ氏がイタリアのレシピについて調査を行いました。それよると、ティラミスはイタリアの食の伝統を代表する10のレシピの一つとなっています。作り方は、コーヒーに浸したサボイアルディビスケットとマスカルポーネの層を交互に重ねていくものですが、さまざまなバリエーションを生んでいます。最後にココアパウダーを振りかけ冷やして食べます。ティラミスという名前は、私を元気づけてという意味のティーラメスから来ます。それがティーラメス、そしてティラミスになり、後に最後のスにアクセントがつきました。ティラミスは世界で最も広く食べられているデザートの一つで、イタリアの食文化を代表するものと考えられています。そしてコーヒーの香りの漂うこの言葉は、世界に最も普及したイタリア語の一つで、日本語、インドネシア語、タイ語、ラオス語を含む多くの言語に存在しています。つまりイタリアの言語、文化を代表する言葉なのです。